自分が最短でこう上手くなっていくためには、動作の仕組みとか、なんでこうなるんだろうっていうのをすごい理解し、あの考えてほしいんですね。こうショートアイアンはできるようになったけれど、ロングアイアンとかあの他の長いクラブがちょっとできないぞって方が多いと思うんですね。多い、結構そういう質問も多いですし、言われることも多いんですけれど、ロングアイアンが特に打てないという方とかは、まずは一番多いエラーは。 アイアンと打ち方とととロンンンアアアイイアかもそうですけどアイアンとウッドは同じのって僕があの説明しても同じように感じれないっていう人とかウッドだけ打ち方が違うとかそういうのがあるんですけどもう初めに答えを言うとバンカーってのは結構皆さん苦手って言ってる方はバンカー内でいい悪い意味でダフってるんです本当に。